皆さんこんにちは、203です。今日は新型アルテグラの開封をしていきたいと思います。まあ、重さなんかも測っていきたいと思います。全然買う予定はなかったんですけども、ちょっとあまりにも安く買えてしまったんで、つい買っちゃいました。多分相場より6万円ぐらい安く買えたんだと思います。では早速開封していきたいと思います。まずは STI レバーですね。アルテグラ ST-R8170 の STI ですね。油圧ディスクブレーキの、レバーになります。STI だけでなくてブレーキキャリパーの方もついてますね。あとホースもついてるようです。こういった、紙の袋に入っています、ね、こちらが STI のレバー。結構マットな感じのレバーなんで、まあ、デュラエンスみたいなギラギラ感はないんですね。この、なんていうかね、フードというか上の部分が全く変わってますね。ここが動かなくなってカバーされた状態になってます。こちらが何のコロッケが入ってるかじゃなくて、こちらがブレーキキャリパーになりますね。ここが 10% クリアランスが広くなったということで、かなり期待できます。一応ここにケーブルを刺す穴はついてますね。これもう一つはスプリン、こっちがスプリンタースイッチですかね。ここに QR コードがついてますね。スイッチ、上のスイッチと、あとここのネジを外せば中にこれボタン電池が入ってますね。STI レバー、測っていきたいと思います。まずは左から 199.5g、 右のレバー399g ですね。ブレーキキャリパーなんですけども、すでにホースがついた状態になっているんで、あんまり測っても意味はないんですけども、一応参考値として測ってみます。166g、 まあホースがついてるんであんまり意味はないんですけど、一応参考値。はい、次はリアディレイラー。ゲージがすごい長いですね。まあ、34T
で対応しているということで、結構長い系ですね。ここがちょっとテカテカした塗装ですね。他はマットで、表から見る分にはかなり質感高いですね。これだけなんか普通にベタ塗りのペイントになってますね。で、ここが蓋になってて、ここに、充電器を、つける端子になってます。はい、じゃあ重さ測っていきます。 260g ぴったりですね。はい、次はフロントディレイラーですね。開けていきます。これはちっちゃいですね、うん、なんか DI2 じゃないぐらいのサイズ感に感じます。すごいここの部分がちっちゃくなってます。あとこのプレートがかっこいいですね。ちょっと質感がすごい高いというか、ちょっと色のついた黒っぽいシルバーというか、ちょっとブラックに近いというか、ちょっと、なんていうんですかね、色がついたメタリックですね。フロントディレイラーも測っていきます。111g ですね。これは、ほんとデザインがめちゃめちゃ良くなってますよね。DI2 のフロントディレイラーは正直あんまりかっこいいと思わなかったんですけど、これはすごいかっこいいですね。じゃあ次は大物。クランク行ってみましょう。170mm で 50-34T ですね。はい、これはテンション上がりますね。かっこいい。正直あんまり写真で見たときはこの左右対称の太い感じのがあんまり好きじゃないなと思ったんですけども、で、まあそれもしかも艶消しのアルテグラよりも艶ありのディライスの方がまあいいなとは思ってたんですけど、こうやって見ると艶消しのこのアルテグラかっこいいっていうか質感高いですね。で、チェーンリングの方はちょっとだけ光沢がありますね。まあ裏見るとあんまり変わった感じはしないですね。やっぱりこの表に左クランクの方はなんかそんなに変わってないですね。ちょっとこの左右対称みたいな感じになったのはあるんで、そこが違うんですけども、まあ、左クランクはそんなに違わないです。まあとにかくこの右クランクですね。これも測っていきたいと思います。
じゃあまずミニクランクから測っていきます。あ、平らになってるんですごい置きやすいですね。 511.5g。 それに左クランクを足していきます。合計で 709g ですね。ちょっと左クランクだけも測ってみましょう。 297g ですね。まあ、軽くはないっていうか、まあ、結構重めだと思うんですけど、でもアルテグラグレードだって考えると、まあ、悪くないと思います。ここが平らになったんで、こうやって置いた時すごいこう安定感がありますね。これここが平らっていうことは何ですかね、こうシューズが当たりにくいのかなって、当たっ、うん、どうですかね。平ら、平らだなって思う。はい、次行ってみましょう。はい、じゃあ次スプロ系行きましょう。CSR8100 の12足、11から 34T ですね。あ、本当は 34T の方が欲しかったんですけども、まあ、そのセットがなかったみたいなので、とりあえず 30T ですね。これ、もし可能なら、センサーとかで出てる、あの12速用のスプロケが使えるかどうかも試してみたいなと思います。じゃあ、じゃあ重さを測っていきたいと思います。はい、285.5g ですね。まあ、デュラエースとかだともっと全然軽いんで、まあ、これそれこそセンサーとか中華の一体型のやつだと1134でも 230g ぐらいなんで、まあ、そう軽量化するんだったらそっちを使った方がいいかもしれないですね。ただシマノ以外にすると変速性能かなり落ちるんですよね。特にこの11から12速12速から11速、ここが切り替えがなんかうまくいかなかったりするんですよね。なんで、まあ変速性能を落とるんだったら、まあ確実にシマノなんですけども、まあ、軽さを求めるんだったら社外品もありかなと思います。ギザギザ、内側のギザギザが数すごい多くなってますね。このスペーサーなんですけど、今まで全部同じ感覚だったと思うんですけど、同じ厚さだったと思うんですけど、なんかこう薄いやつが入ってますね。下の方はまあ一緒なんですね。一番上のスペーサーが1枚だけ薄いのが入ってますね。それだけ今までと違うんで注意が必要です。ちょっと今までよりもちょっと入れる穴が分かりにくくなりました。はい、次はバッテリーとケーブルと充電ケーブルですね。はい、じゃあバッテリー見ていきます。
はい、パッと見の形は今までのバッテリーと変わんないですね。 DN110 っていうのが途中から黒からこの色に変わったんですけど、それは一緒ですね。で、変わったのはリアツのケーブルを挿す穴が3つになりましたね。今これカバーが付いてる状態ではない。カバーが今ついてる状態なんで3つ外してみます。ケーブルを挿す穴が3つになってます。これがバッテリーですね。ワイヤーですね。1つだけ開けてみます。細くなりましたね。これはこのコストだったらすごい通しやすくなると思います。はい、次行きましょう。こちらが、充電ケーブルですね。あ、紙の袋に入る。じゃあ重さ測っていきます。はい、じゃあバッテリーからいきます。バッテリー 51.5g で、ケーブルが 95g ですね。 1200mm と 900mm のものがついてます。 95g、 もう一個じゃあ90cm の方をちょっと測ってみましょうか。90cm の方は 70g になりますね。じゃあ最後、12層のチェーンですね。これはちょっと袋は開けないですね。ベタベタになっちゃうんで、とりあえず袋、ビニール袋越しの重量だけちょっと測ってみます。あんまり意味はないかもしれない。257.5g ですね。116リングです。で、一応クイックリンクがついてます。まあ、袋元なんですけども、まあ、3g。はい。では実際つなげてみましょう。リアディレイラーの箱の中にこういう白い袋があって、その中に、新しい DI2 ケーブル用のこうはめるジグみたいのが入ってます。ちなみにこの袋の中には、なんかこういった、調整するプレートみたいなものですね。それと、こういったパーツが入ってます。まずバッテリーなんですけども、最初にこの三角形の上のところですね、ここのところにまずケーブルを挿してください。はい、ちょっと今まで挿しました。で、もう片方をリアディレイラーに挿してください。これをフロントディレイラーとかに挿すとダメみたいですね。で、挿すのはここですね。こうライトつきましたね。で、もう一つの方のバッテリーは多分どっちでもいいと思うんですけども、ちょっと今まで、で、こちらここですね。ここに動き出しましたね。で
で、アプリなんですけども、YouTube プロジェクトサイクリストっていうのをインストールします。で、さっきインストールしたんで、これを開いていきます。で、登録で、こちらの、このボタンですね。このボタンを長押しします。あ、これで。という形で、RDR8150 出てきましたんで、こちら登録します。バッテリーが少ないって出たんで、一遍充電してからやります。で、充電なんですけども、リアディレイラーのここをパカッと開くと端子が出てきます。で、充電ケーブルを上からこうはめます。そうすると、こういう形で充電が始まります。この青いランプが消灯すると満充電になります。はい、でこういう形で RDR8150 と出ましたんで、こちら登録します。でパスキーの登録を行いますかは後で。はい、こういう形で出てきましたんで、とりあえずちょっと登録をスキップして、スイッチを追加。こちらに QR コードがあるんで、そちらを追加していきます。もう一つのレバーも追加していきます。これで完了ですね。では動かしてみましょう。シフターのですね、ファームウェアのアップ、ファームアップはですね、有線につないで、リアディレイラーバッテリーと有線でつないで、ファームウェアのアップデートをしないといけないみたいです。ちょっとこれ左が最新じゃなかったみたいで、最初ちょっとワイヤレスで動かなかったんですけども、ファームアップをしたら動くようになりました。ちょっとここネジ開けてみましょう。ここに電池が入ってます。いかがだったでしょうか。今回は新型アルテグラ R8100 の、開封と、動作確認までやりました。今後のところなんですけども、スクルトゥーラの方に組み付けていきたいと思います。まあ、もし可能なら、取り付けの動画も撮りたいなと思っています。楽しみにしていてください。それではまた。